よみんな。はい、今日はね、クイーンビーがね、発売されたので、こいつについてちょっと使っていこうかなということで、頑張っていきます。まあ、普通に対戦ですね。相手はアシュラリーダー。どうなんだろう、これ。アビリティアシュラなのかわかんないけど。普通のアシュラなのかわかんないですけども。まあでも、腕音でやりますね。腕音。相手のアシュラは、アビリティついてないですね。アビリティついてなくても、やっぱりリーダーということもあって、無双には気をつけていきたいですね。さあさあさあ。まあ、キラー B、この、クイーン B が、地上の大型で、縦へのね、範囲のね、スキルはね、全部、なんか有効みたいな感じだったんで、まあ、これに合うスキルっていうか、こいつに合うのってなんだろうなって考えたときに、まあ、バトルバルーンじゃないかな、みたいな。あー、惜しい。ちょっと試しに、もう、切っちゃいましょう。付け方わかんねえもん、こいつ。おっとおっと猫見れねえし。やべやべやべ。いいぞ。さあ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 。いいっすね。おっと前に攻撃してますね。スキル封印は入りますね。どうしようかな。ちびくろ止まるか。ちょっとね、この女神がきつい。かなり。女神がかなりきついですね。そうだそうだ、ウサギいるんだよ。ウサギいるからなー、きついな。女神どう倒そう。フクロウで封印とか入んねえかな。あー、ゴーレムいるしな。これはきついですね。てかね、クイーン B の動画なのに全然クイーン B がね、働いてない。ですね、クイーン B の動画なので、クイーン B が死んだらすぐね、終わりにします。すぐね、次の試合に行きたいと思います。よし。OK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 。よし、やっていきましょう。とりあえずね、クイーン B がね、なんだ?フェアリーがね、装着された時にちゃんと使えるのかどうかっていうのをね、見ていきたいですね。太っちょ剣士ちょっと早いですが、もう切っちゃいましょう。でフェアリーは反応してくれると思うんだけど、この縦範囲全部がね、クイーン B の範囲というか、いや強いな。対空が、最近の方は全部対空ありますね、スキルに。どう強い。おっと、クイーン B ね、どうだろう、麻痺入れてくんねえかな。キメラに麻痺入んない死にました。よし、じゃあちょっと次の試合いきます。はい、3戦目ですね。相手はゾンビ。ゾンビかー、どうしようかな。お、サタン引きましたね。サタンもね、最近強いですよね。1234 1、2、違うな。こうでいいか。騎馬兵が狙ってきてますね。うん、よし。ここ取れるんじゃね。取れないか。そんでもってまた牙が来ましたね。よし、クレフラにオークを当ててきましたね。食ってくれ。よし、でアシュラ、アシュラもこれ食ってくれればコスト勝ちとかできるんだけど、食ってくれなかった。うん、これ最後の砦まで行ったら、ちょっとクイーン B 出したいですね。うん。重ね、クイーン B。おっとー。ロボか。いいよ。麻痺は入んないよな、さすがに。よし、ナイス。さすがに大型2体は、まくれないでしょう。よし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 。クイーン B 今回死なないですね。重ねたのもあって。
全然減らないですね。お、取ってくれた。ラッキー。攻撃速度もバトルバルーンと同じぐらいだった気がするんで、本当にね、強いですね、このキャラは。もう30レベル早めに作ろうかなっていうふうに考えてるんですけど、おー、ゾンビが来たか。よし、フェアリーを装着。OK。結構最後まで残ってたんでね、結構観察することできましたね。はい、というわけで戻ってまいりました。クイーン B のね、この概要のこと見ていきましょう。スキル8の巣レベル1、8の大群で攻撃し、たまに麻痺させる。麻痺すると攻撃できない時がある。これはあれですね、キラー B と同じですね。で、レベルアップと威力と、レベルアップで威力と麻痺の効果が増すというわけで、で、近距離小数、アシュラと同じなのかな、5体未満かな。小数ってことはキメラとかと一緒だと思うんですけども、まあでも重ねたりすればね、全然怖くないかなっていうのがあります。概要、こっちの概要もあった気がするんだけど、クイーン B について。召喚コスト5の大型進撃キャラとなります。クイーン B は地上の敵へ近距離小数攻撃を行います。クイーン B は索敵範囲が広く、索敵後に素早く敵に接近します。クイーン B のスキル8の巣は範囲内の地上および空中の敵キャラにダメージを与えつつ、たまに麻痺状態にします。麻痺状態になった敵は一定確率で通常攻撃が失敗します。ここら辺はキラー B と同じですね。で、トモトレ満タン回復が100個と30枚のメダルと、いや本当にね、横差しとかが決まるね、大型なんで、使い方によってはね、一方的に大型戦運ぶこともできるかもしれないので、そこのとこ考えるとやっぱり強いかなっていうところがありますね。未だにちょっとスキルがね、重ねたキャラに貫通するかどうかはよくわかんないんですけども、そこら辺もちょっとね、今後見ていきたいと思います。はい、今回はここら辺で終わりにします。ありがとうございました。じゃあね。